亡霊開病屋敷は、立花の外の小説、及び、それを原作として制作された1958年7月13日公開の日本映画である。1951年から1952年まで、藤崎明子の筆名で、少女の共に、サザンカ屋敷物語の題で連載された。1954年に、改正者から出版される際、立花の外名義となり、 開病屋敷に開題された。1958年、映画化に合わせ東京ライフ社から出版される際、亡霊開病屋敷に再開題された。映画は、中川忍監督、新東宝製作、配給。パートカラー、富士カラー、シネマスコープ、発端、1880メートル。大倉三次ワンマン体制の下で、夏定番の階段。 怪奇映画工業の一本として制作された。同時上映は、角野五郎監督、若杉勝子主演の怪談有望絵の木である。化け猫者のジャンルに属する作品だが、幽霊屋敷のアイディアも盛り込まれ、江戸時代の呪いが現代まで受け継がれるという現代編と時代編の二部作構成になっているのは原作同様であり、登場人物もほぼ共通である。原作を、 見えない影にとご記している書籍もある。時代劇部分は、囲碁をめぐる抜刀被害者の名前、名門の末裔であるという設定、親子関係など、鍋島化け猫もののファクターを多く取り入れた内容となっている。現代編は白黒映画、時代編はカラー映画と物語に応じて、フィルムが分けられたパートカラーの手法を使っている。 時代編で使用されたカラーフィルムは国産の富士カラーである。富士フィルム公式サイト内富士フ,フィルム50年の歩みによれば本作品が制作公開された1958年は1月にネガポジ方式の映画用 35mm 富士カラーネガティブフィルムタイプ8512が発売され6月には同フィルムを全編に用いた初の劇場映画 奈良山雪光が公開されるなど、国産カラーフィルムが大きく躍進した年であったという。本作品はパートカラー方式であり、カラー映画の時代編は、時期的にタイプ8512以前の1955年に発売されたタイプ8511を使用していると思われるが、白黒映画の現代編も青色の着色が施されており、 全体的に色彩を強く印象付けるものとなっている。晩年の中川忍作品で助監督を務めた鈴木健介は本作品がパートカラーを選択した理由についてオールカラーが予算的に無理な時代に許されたパートカラーの条件を逆手に取った実験精神に富んだ中川流演出と解説している。撮影の西本ただし、美術の黒沢治安。 音楽の渡辺中名、脚本研助監督の石川義弘といった中川忍と共に翌1959年の東海道四谷海岸を生み出すスタッフが本作品で初めて一堂に会した。中川は本作品のパートカラーや色彩設計を黒沢治安のアイディアによるものであると証言しており、黒沢を逸材と絶賛すると共に映画は 総合芸術と言いますが、スタッフがいかに大切かを痛感しましたと、10回している。現代、大学病院の医師である、久住明一郎は、停電した深夜の研究室に一人いるところに不気味な足音が、ひたひたと近づいてくるのを聞きながら、6年前に、体験した、不思議な出来事の記憶を蘇らせる。6年前、久住みは結核を患らう妻、より子の天地療養のために、 故郷の古民家を改造して移住し、そこに病院を開業した。しかし、その日から謎めいた老婆が頻繁に、より子の元に現れて、最後には番犬を殺して、屋敷に上がり込んでより子の首を絞めてしまう。住んでのところで、くすみが駆けつけてより子は一命を取り留めるが、くすみはもともと、化け物屋敷とも噂されていた自宅とそこに現れる、老婆の謎を解き明かそうと決意する。 村の歴史に詳しい両福寺の江前王将は、くすみの話を聞いて、その老婆は屋敷に取り付いた化け猫の怨霊であろうと言う。和尚の話によれば、くすみ夫妻の移り住んだ屋敷は、元は大村藩家老の石堂左近証言のものである。短期な性格の証言は、囲碁の勝負が元で自分を侮辱した、囲碁指南役、林道寺小金我を殺害して、 死体を壁に塗り込めて隠蔽してしまった。小金我が子に負けて失踪したという証言の家人、佐平寺の知らせを聞いた、小金我の母、宮寺は、小金我の亡霊を見て、息子が証言に殺されたことを悟る。宮寺は証言に、直談判に赴くが証言に両辱されてしまい、家に戻ると飼い猫に、自分の血をすすらせ、証言の家の血筋が耐えるまで呪い続けるよう、 言い残すと、担当で喉をついて自害して果てる。果たして、宮治の先決をすすった猫は、改病となって、証言の屋敷へと向かい、証言の老母を殺すと彼女に化けて、屋敷に住む人々を疑心暗鬼に陥れて、ついには、証言と証言の息子で、まだ結婚をしていない新之丞を、相打ちさせて、証言の血筋を絶やすことに成功する。しかし、 戒病はまだ本会を遂げたわけではなかった。証言と共に小金我の死体を壁に塗り込めた県人の佐平児は、戒病の怨念を免れて子孫を存続させ、その末裔が、くすみの妻、よ子であるとおしょうは語る。くすみの住む、屋敷の壁が崩壊して小金我の白骨死体が、現れるとくすみとよ子はその膨大を弔い、 その屋敷を離れることによって、怪病のたたりは静まったかに見えた。しかし、停電した深夜の研究室に一人取り残されたくすみに向かって、不気味な足音はなおも近づき、最後にはくすみのいる研究室の前で立ち止まるのだった。現代編時代編。ありがとうございます。